PC エンジン版バージンドリーム、19枠目です。今日から、バージンドリームの2週目ですね。ね、前回プレイしたのが結構前ですからね。いちこめさん、黒金さん、森さんが一番さん、ゴールデンバーグさんでしたシエリさんでした。その森さんが一番さんの森さんはここのバージンドリームからですからね。はい、シエリさん、クラワリさんでしたなんか結構前ですね。赤戸大門さんでしたリンドウさんがレイオです。はい、今日はちょっとね、若干一枠以上かかるんじゃないでしょうかね。オープニング割と長かったですからね。アガドダイモンさん、セミアルさん、10個目さん、マッキーさん、12個目さんいらっしゃい。ちょっぴりエッチ。黒金さんありがとうです。ノーコンキッドさんいらっしゃい。はい、それでは行きましょう。猫じゃらしさんいらっしゃい。あの森さんが出てきます。一周目は、まあ、ほとんど活躍しなませんでしたけどね、森さんね。クラスおじさんいらっしゃい。おわえー、ルキちゃん。前回はね、あー、そう角田さんね、首が怖いのは。はい、バーストレンジおいっぽい、おいっぽい、はいはいはい、おいっぽい、おいぽい、抱き続けるのさ、希望の光、ほい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 、初見ですか。前回グランプリは獲得したんですけども、その後はエキストラっていうね、だったんで、これはね、よく聞いたことありますよ。皆さん知ってると思います。はい、有名声優さん、オープニングソング、もう超有名ですよ。 PC エンジンでも最近まで結構やってました。はい、そこまで PC エンジンでは出てないですけど、まあもう超有名ですよ。44個目さんじゃない、ほっ、当たり、うさぎちゃん、ぽいぽい、バンジョさんじゃない、ぽいぽい、夢を追いかけて、主題歌、わからなかったらお仕置きよ、すずなさんじゃない、三石琴乃さんの挿入歌、夢を追いかけて、それから渡辺久美子さんの、バージントリップ、2曲入ってます。光線か、まあ、初回なんで2回いきますか。あの、フルで聞いてみますか。タカさんですよ、こんな感じでしたか。ほいほい、ぽいぽい、わっしょい、森さん出てきますから。ただ前回森さんね、ほとんど出番がなかったんですよね、最初だけで。ぽいぽい、森さんが一番さん、ありがとうございます。どうだろう、あんまり出てきたの角田、角田さん多かったらね、首がカクッとしたのにね。ほいほい、楽ネギ注意せんぞ、ほい、今じゃね、エヴァンゲリオンのイメージ、ほいほい、
ほいほい。ほいほい。あら、フェードアウト式なんですね。75個目線。な、切りよく、あ、その最初のワンループ目のあたりの方のちょうど切りが良かったのでね。フェードアウトなんですね、これね。はい、じゃあ行きましょう。時代を感じるフェードアウト式。フェードアウト式だった。平成美少女コンテスト。平成美少女コンテスト。歌ったね。あるタレント事務所主催で低迷しているアイドル人気を何とかしようと問題会が開催されることとなった。優勝者にはデビューが約束され、はい、優勝できなくてもデビューの可能性があるということで、可能性がある。優勝できる。多くの夢見る少女が参加して予選が行われた、はい、そして全国の予選大会を勝ち抜いた少女たちが1年の間同じ屋根の下で暮らしレッスンに明け暮れる。それを補助指導するコーチにあなたは任命された。はい、私はコーチです。そしてあなたが指導することになったのが彼女だ。はい、ここで1年間暮らすのね。これ知ってる、甘い生活ですよね。そうです、よ甘い生活のゆずきひかるさん、キャラデザ。あら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 。はい、コーチ、あなたの名前を教えてください。お団子にしましょうか。はい、あ、はい、私はラックスですね。ラックスコーチ、鬼コーチです。一周目はなんかひらがなだったと思うけど、私は、オーノー、ラックラック三文字だけですか。ノー、三文字だけ。じゃあ、ね、じゃあこれ名字かな。かなり洗練されてるソフトと期待。ラックス、グラフィックは洗練されてませんけどねじゃあラツでいいか。ラツコーチ、森さんの広告すごすぎ。わら、名字かな。勝利じゃないの。3文字入れないといけないわけじゃないよね。あ、スペース入れないといけないのか。スペース入れないといけないあれ、スペース入れてもまだ終了できない。 なんでどういうことだこれ。この時のためにとっておきましたと言わんばかりの。そうですね、この時のために。こっちラックラツクソって入れられるのかな。クスをラツ、ラックスさん、森さんにセクハラ発言したら刺されるんで。あれで終了になるんだね。森さんが一番三大爆発。クー入れないね。終了になるんだけど終了できないんだけど。え、なんで終了できない。この名前は受け付けられません。クスをダブル、クソもダメだ。あれあれ、あ、そうか、こういうことか。わかったわかった。そうかそうか、ラツクソじゃないの。名前は受け付けられません。NG ネーム。終了して名前も入れるんだね。ね、名字と名前で分かれてたんだ名字と名前で分かれてるで言ってくれればいいのに。ラツクスを、はい、じゃあ生年月日と血液型も教えてもらえます。はい、あれ1900年か。2000年生まれなのにな、残念だな。1900、上が親切じゃない。笑、分かりやすいね。7年、これは先が思いやられますね。よかったで行きましょうね。はい、これでよろしいですか。はい、いいですよ。名字って書いてくれるだけで違うのにな、わら。そうだね。最後に私を指導する目標を決めてもらえますか。はい、大丈夫。どうしようかな。時計ライダーと合体して喜んでそうだけど、前回アイドルだったんでね。読んでますよ。トップモデル。それでは87年、よろしくお願いします。初期ライダーとかあったしない。ドロジーさん、ありがとう。名前の入力で30分悩んだりとか。コーチの方ですね。エグい。はじめまして。はい、どうも、はじめまして。ラスクソです。エイブジョイナイダー私は関東地区代表の中井エナと言います。エナちゃんね。はい、私はラスクソです。これから1年間よろしくお願いします。はい、よろしく。今日は他の人と顔見せの日。コンビで行ってこい。それでは行ってきます。はい、もう体力が106分の100になってるんだけど、最大ヒットポイントがちょっと、さすがにその状態だね。さあバコ、こんにちは、ワコツです。128個目線です。こんにちは、こんにちは。私は獅子戸玉江代表よ。よろしくね。九州代表ね。はい、あとこちらは
北海道代表の河野池さんと東北代表の真鍋さん、どまじでいくエンディングあるかな。マルチエンディングですからね。河野池さゆりです、よろしくね。さゆりね、はい、ゆずきこちらこそよろしくお願いします。そうです、ゆずきさん、ゆずき先生ですね、はい、私は真鍋恵子、恵子ね、はい。まったく宍戸さんたら、私たちの話すことがなくなっちゃったじゃない。安心感のある3人、よくこの3人はよく出てきますよね。ほんと困っちゃったわね。あ、違う、この河野池さんあまり覚えてないな。角田さん覚えてない。ごめんなさい、全然気にしてないけどね。そうそうよく旅行に行く人がいたよね。たけのこチャンネルさんがいるようです。むとめとちだね、配信出てきました。むとめとちだねはね、この回は出てこない。獅子の玉へ17歳、九州地区代表、九州代表、後先を考えずに走り出してしまう傾向があるものの、そのパワーは簡単すべきものがあるだろう。パワーがあると、へそ、へそが見えてる。河野池さゆり19歳、はい、北海道地区代表、北海道代表、非常に落ち着きのある人物だが、熱中してしまうと周りが見えなくなるのがちょっと困りもの。なるほど。真鍋恵子18歳、うん、東北地区代表、東北代表、旅行好きであちこちを旅して回っているというおっとりした日常からは想像できない趣味がある。好き勝手なこと言われてた気がするわね。18、すでに人妻っぽい雰囲気あるね。大人びてるね。え、空耳じゃないの。空耳だよ。確かに聞こえたと思ったに。気にしない気にしない。おっと、コーチに挨拶してこいって言われたの。出た、角田さんと来ましたね。2人の方の子を育てられたりしてればな、うん、そうだね、一人だけっていうのがね、残念だね。小野寺だよ、あんたは。あ、申し遅れました、角田ゆりやと申します。あ、角田さんじゃなくて角田だった以後お見知りおきおば角田だった。角田はあの嵐の人だ。小野寺亮16歳、沖縄地区代表、これが後のアイマスですね。シャキッと爽やか、そうですね、スポーツウーマン、ここだけ何事もテンポよく進まないと気が済まない、その割には周りに流されやすいところもある。流されやすい。角田ゆりや17歳、関西地区代表、あ、出た、おっとりおとぼけな人、関西、他人とかなり異なるその感性が演技という意外な側面で今開花しかけている、うん、演技という演技派。来た、やっほー、上にも誰かいるの。やっほー、いますよ。今下に集まってるんですけど、降りてきませんか。 K-1 の角田さんの娘の名前ユリアなんで、危うく同姓同名になるところでしたね。オッケー、今行きます。よかったよかった。いちいちうるさいわね。あ、出てきた。出かければいいんでしょ。出かければ、出てきた。森静香18歳、中国四国地区代表、すべてのジャンルに秀でているものの高みである。出た、親が甘やかしてしまったお嬢様の典型のような人である。森さんだ、森さん、出た、出た。何怒ってるの。わらわら、あなたこそ、あらららら、私の家の前で何をしてるの。おいおい、森さん、通りかかっていけないとでも言うのかい。あなたはトラブルメーカーなんですよね。そうか、こういうのか。おそらくあんたと一緒だよ。そうです、ツンツンしてるのがいいんだよね、みんな。みんな大体ツンツンしてるのがいい。それが伝説の森さん、再会さん、一目で見られるのがいい。ちょうどいいわ、挨拶するために出てきたんだから。失
下に集まってるそうだから、そっちに行ってからにしようよ。今なら悪役令嬢って言われるやつかな。ええ、いいわよ。このマンション4号室あるタイプか。そうですね、4は気にしないタイプ。上の階の人は全員出てこられたみたいだね。そうだね。それですから、1階のあと1回ぐらいだっけ。そう、高田由美さんだね。コズミックファンタジーのサエの声だ。そうね、じゃあもう一人の子も呼んでくるね。先に行ってて。はい、わかりました。よっ、挨拶が遅れたな。あたいは縦島久美子、ミュージシャン志望だ。よろしくな。これくらいなら今のご時世そんなに悪役ってほどでもないかも。中部地区代表、すでにアマチュアバンドとして活動を行っている行動派。また言葉遣いはかなりめちゃくちゃである。言葉遣いはめちゃくちゃ。もうすでにバンド活動してるんですか。ん、ああ、まだアマチュアだけどな。絶対にプロデビューしてやるさ。カテジナクミコに声入ってますね。カテジナクミコに。そういう小野寺さんは体が違ってるけど、何か運動？小野寺さんはね、書いてあるかな。私は運動神経が服着てるってよく言われるの。でもあんた苦手そうだね。あ、当たり、小桜恵子さん、すごいですね。小桜恵子さんで私あまり聞いたことないけど、完全にヤバい人になりそうな勝手じゃなくなった。そうね、私は勉強の方が好きだわ。すごいすごい、みんな得意科目があるんじゃない。私は全てこなすわよ。すごいわね。あんたさ、場をしらけさせて楽しい？私が？関係ないわね。さすが。なに？まあまあ、ほっとけや。最初から喧嘩しなくてもいいんじゃない？森さんでしたっけ？あなた、もう少し周りに合わせられない？なぜ私が？まあいいじゃない。河野池さんの言った通り、初日から喧嘩することもないでしょ。1年間です。1年間付き合うこともメタルエンジェルは2年間だから、メタルエンジェルよりは短いですね。なんだか私あまり喋ってない。テキパキも1年間だって。テキパキと同じだ。私もなんだか深刻そうなんですもの。じゃあとりあえずお開きにしますか。お互い顔は分かったわけですし。はい、うん、それがいいかもね。あとは個人レベルで話し合うということで。私セリフが少ない。いや、これからどんどんセリフが出るからな。篠田さんは気にしない気にしない。シシドさんはね、林原めぐみさんですね。林原さん、ただいま戻りました。はい、お疲れちゃーん。顔せすんだ。林原の明日からよろしくお願いします。完全に派閥できてドロドロになるパターンじゃないですか。一緒にしましょう。セリフ少ないけど炎症派一番残るんだから気にするな。セーブどうだっけ。それにしてもこのポーズで倒れてそうで気になる。あ、セーブはあの休日の時だけレッスン。あ、まずバイトか。資金がないんだっけ。まずはね、ガードウマン。朝はガードウマン。待て待て、朝はバイトだな。やっぱり朝はあれだ、勉強だな。朝勉強、学校ただだね。勉強でお昼はレッスンね。マラソンで体力つけとこうか。3日分だよね。500だともう足りなくなっちゃうよね。500だね。50。梅レッスン、梅レッスンでバイトでお金を。そうそうだろうね。
夜はガードウーマンで働くと。電学に苦しんだ。よいしょ。土手を走った。鎖かたびが早く出てくるといいですね。わあゼロ。なんで脱がせたんですか。多分脱いだんです。よし。うわ体力ないね。体力すぐなくなるな。体力ってことちょっとつけとこないといけないね。いろいろあるんですよこれね。相性、体力、好感度、元気印、知力、ルックス、歌唱力、演技力、表現力、ね、立ち振る舞い、お色気、危うさとね。体力なくなると病気になっちゃうんじゃなかったっけ。行楽で回復、行楽で回復だっけ。危うさ、うわ資金足りないで。これ休みはどうなるのこれ。勉強、まあ、勉強やっとこうね。勉強、危うさがマックスになると危ない、うん、AV 落ちになっちゃう。楽なバイト行こうか。看護見習い。でも看護見習いきついぞ。きつい割に、お給料安いでね。今同じですね、はい、きついけど。ガードウーマンやるとあれだな。ガードウーマンやるとあれだろうね。レッスンしとこうか。マラソンレッスン、ウェイレッスン。マラソンきついかな。どうしようかな。バイト、体力なくなっちゃう。大丈夫。違う感じですね。それダメだろ。今週はまずまずでした。こんなもんでした。医療ミス、わらわら。医療ミスが起きてると注射、バイトで注射していいのか。免許とか持ってない。ここでセーブできる。あ、休息しないとあれかな。ポイント疲れ取れないっけ。休息に当てよう。はい。外出したいところだけど。病院そのものの問題ですね。そうだね。病院がさせてるわけだからね。あ、入浴もできるんだね。入浴で体力回復だったっけ。入浴はどうなんだ。入浴と睡眠は違うの。睡眠は体力大幅回復、入浴は体力回復と他のパラメーターが上がるって。なるほど。あ、いや、ちょっと外出して。そうです、そうです。着替えもありますよね、確かね。持ち物で着替えね。これで夏の制服、冬の制服、まだ下着ね、下着。ちょっと寒いかな。下着になれ。コーチのセクハラ、セクハラじゃない、プロポーションを見るのがあれだからね。よし。とね、まあ寒いだろうから制服にしてこう。ちょっと寒いか。あ、今4月か。4月はまだあれだね。冬の制服だね。よし、じゃあちょっと一旦外出しようね。これちょっと今回はね、ちゃんとイベントをいっぱいちょっと見つけよう。あら、誰も出ないわ。留守みたいね。201はいない。あ、203うちの部屋だっけ。間違いだ。ちょっと待って。はい、201留守だった。じゃあ202。こんにちは。こんにちは。
森さんってば何考えてるのかしらね。でもあの人悪気があってやってるわけで、悪気があってやってたらすごいだから問題は大きいんだけどね。あれはあれですごいと思うけど、褒めるんだかけなすんだかよくわかんないわね。私もわからない。あなたもちょっと怖いわよ。じゃあ失礼するね。余計立ちが悪い、うん、よし、204、204は？こんにちは。あら、いないみたいね。練習かな？練習か。マンション 2F。マンション 3F。こんにちは。出た。こんにちは。元気ですね。それだけが取り柄だってよく言われるわ。言われるわってね。そんな、私もそう思うし、いいの。そう、これからもよろしくね。うん、よろしくね。早く寝違え直した方がいいですよ。302が移動した本当。こんにちは。なんですの、あなたは。私、203の中井です。よろしくお願いしますね。自己紹介はこの間受けましたわ。要件はそれだけですの。まあ。それでは、ごめんなさい。ごきげんよう。303。こんにちは。あ、303は家に入れるんだっけ。こんにちは。部屋に。元気ですね。元気なら余ってるよ。分けてあげたいくらいだに。その2って何？気にしちゃダメだに。森さん、早く出れてくれ。出れる時が来るのか。今回はちょっと出らしたいですけどね。そうなんだに。毎回多分外出した時に全部部屋回ってれば多分いいと思うんですよね。1周目の時はもうあまり回らなかったけど、毎回回ってれば多分イベントがなんか起きるんじゃないかなと。ちょっと延長しとこう。この外出をここまでやっとこう。304。あの森さんのデレが見られるなんて神ゲーなのでは。ああ、どうだろう、出れるかな。あの方出れるんですか。わかんない。1周目はね、ほとんどイベントなかったんですよ。彼女絡みのほとんど出てこなかったよ。自己紹介の時、運動が得意って言ってましたよね。何か部活に入ってたんですか。うん、水泳部だよ。清川さんタイプ。じゃあやっぱり16個目とか泳いじゃん。16個目、ニコ生ですか。16個目、1600個人メドレーね。うん、泳ぐよ。うっしゃー、すっごいな。1600個人メドレー16個目っていうんだ。でもよく知ってるね、そんな言葉。毎日50キロメートル走ってるのかな。毎日50キロ走ってそう。うん、友達でね、清川さんタイプなら遠足されるだろうね。遅刻する子もいて、遅刻のバスが16個目だって言ってたから。16個目じゃ反省しないだろうな。16個目反省しないので 楽勝なんだ。うん、だからその子も遅刻が治らなかったみたい。ねえ、1600メドレーそんな大したことないんだ。こじこんなんだっけ。屋上の扉が開いてるわ。屋上の扉閉めとかないと大変だよ。はい、うん、これで大丈夫。ん、いや、また開けといた方がいいんじゃない。これ大丈夫、ちゃんと閉まってるわ。いや、これ開けといた方が良かったんじゃないかな。どうだろう。いいか。閉めちゃったけど。誰かいるか確認してからの方が良かったね。
今閉めちゃったけど、屋上に人いたら、人いたら大変なことになるんだよこれ大丈夫なのか閉まってる。あ、そうか、これ時間で開くとかあったね。そういえばね、どんどんどん助けて、わら、閉じ込め案件で、閉じ込め案件になっちゃうねこれ。ここ競馬場だよね。でもお金がないからな、ここから出なくなるキャラが。開けといた方がよかったかな。いらっしゃいませ。特に何もなかった。事件発生の予感。スポーツショップ。あ、そうだ、この町すんごい物価が安かったんだよね。どれにしよっかな。縄跳び10円だもんねありがとうございます。どうしよっかな。縄跳び10円だよ、安いわ。どれにしよっかな。安っ。スクール水着40円だよ。40円安いな。40円。どうしよっかな。ウェアを買う。どれにしよっかな。テニスウェア80円だよ。ブルマ50円、安いわ。ブルマ買っとこう。よし。どうしよっかな。よし。アクセサリー。どうしましょう。どれにしましょう。アクセサリーショップ。リボン10円、安いわ。これ買っとかないと。それでも指輪は高い。どれにしましょう。7200円。ネックレスもでもいいよね。イヤリングでも900円ですか。マルキのくらいの水アレイならどうしましょう。昭和もびっくりのお値段。エスティックサロン。どうしましょう。サウナ80円。お、安いよ安い。これ体力回復しないからね。これなんか上がるんだね、パラメーター。いい汗かいた。どうしましょう。あとはまたお金が貯まった時に。宣伝の値段設定ですか。これいつの時代なのかわかんない。昭和、いや平成とか言ってたよ。どうしましょう。Z3 スムーゼリー。ランジェリー買っとかないとね。いちご模様やっぱ買っとかないとね。20円。はい、どうしましょう。よし、あとでティーバッグも買わないね。ここはない。キャバクラ、今ここに用事はないわ。キャバクラ城に なれる。お似合いですよ。見られるのかな。まだ内装工事中ね。いらっしゃいませ。どうしよっかな。コンビニ。どれにしよっかな。栄養ドリンク10円。あ、栄養ドリンク。ありがとうございます。いらっしゃいませ。栄養ドリンクで体力回復しないの。どれにしよっかな。薬、この薬、本。栄養ドリンクもう一本買っとこう。どれにしよっかな。栄養ドリンクもう一本。20円じゃすぐに破れそうな。安いわ。どうしよっかな。パンツが20円で栄養ドリンク10円。どうしよっかな。ミュージック。どれにしよっかな。音感がかかるのはマイク。お、笛30円。30円笛。よし。どうしよっかな。笛を買ってね。どうしてこんな値段設定に。どれにしましょう。バーベキューだった。エプロンの、あ、ここはちょっと高いね。ピアノが4000円でお釣りが来る。わら。これまた後回しするか。どうしましょう。4000円でお釣りが来る。すごいね。よし。連続で買いましたらあれなのか違うのかね。この屋上が気になるんだよね。屋上もダメなのかな。大丈夫、ちゃんと閉まってる。大丈夫じゃないじゃないの。大丈夫これいない人が屋上いたんじゃないのこれ。もう訪ねてるわ、訪ねてるわ。大丈夫、じゃあ帰るか。ありがとうございます。よし。あ、対話があった、対話。心のこと。ちょっとブルーです。ブルー、ちょっとブルー。じゃあ睡眠障害、ちょっと体力が。
今日休みましょう。はーい。悩みはないか。悩みないか。あ、でも睡眠で全開しないんだね。全開しないんだね。しっかりレッスンで。お金稼がないとね。体力つけないとね、やっぱり。最初は、レッスン。梅コース。バイト。道路工事とか体力使うんだろうね。あ、そうだ、持ち物いつ使うんだろう。持ち物で上がらなかったっけ。持ち物使っとけばよかった。梅コース。バイトやろう。ウェイトレス。ウェイトレス。どう？マイナスになってるよ。体力8、元気に、危険、危ないさ。あ、いいやね。622。いいよ。1しか当てない。今回あんまり体力が出ない。どうやん。よし。ダンスやと思う。ダンス。500だと1500円足りないね。250円になるから。バイト。プリメだったらお皿を割りまくってたはず。ガードマン。やっぱり。道路工事できるか。よし。うん。1、2、1、2、2、4。エッチって何？エッチがマイナスになってる。エッチ1ポイントかな？エッチがマイナスになるな。みんなが出ないじゃん。色っぽさ下がってんじゃん。今週はイマイチでした。イマイチだったって。来週は頑張ります。よし、といったところで今週はここまでですかね。セーブして。ダンスの時の髪型がどこかで見たことあるような笑。ダンスの時の髪型。あ、最後にね、じゃあ最後に。でももうピアノが帰る。はーい。おまけで入浴シーンでね、ラストにお風呂入ってやめましょう。よし、最後風呂入って寝るか。背中流してやろうか。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジン版バージンドリームは毎週水曜日やってます。ミラムくん見たいと申したか。あららら、これ入浴シーンね、変わるんですよね、徐々に。確かふん、オスです。はい、オスでした。お疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみなさい。今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。おつでした。おつです。おつです。おつでした。はい、おつです。ぐふふんちゃん。はい、おつでした。ぐへへ。今日もおつでした。おやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様でした。はい、おつでした。おつはい。おっぱいです。森さんのデレハ果たしてくるのか。来るのか。また来週。